疲れさんです。お疲れさんです。いや高橋まさかね大阪にようこそ、ね、起こしやすは京都かおいでやす大阪出身じゃないのおいでやす京都だったらまだおいでやすは京都か、うん、なんか関西で大阪弁ってなんて言うんだろうね。関西人やんか、もともと忘れちゃったよよく来てくれちゃったな。何ですかそれ。ということで大阪でね、大阪っていえばたこ焼きとかね、お好み焼き屋だと思うんだけど、ちょっと今日はちょっとこういうね、ご飯で隠れてるこんな感じで、ビーフを選びました。一応クレジット入れてたもんね、提供は高橋ありがとうございます、ね、じゃあまた、はい、後ほど。
あ、食べた。